ジャズ喫茶バリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はピアニストを紹介したいと思います。皆さんはどんなピアニストがお好きでしょうか。ピアノという楽器はですね、他の楽器とはちょっと違った特性があると思うんですね。例えばコンサートホール、ホテルの会場、ラウンジ、それから小さなライブスポット、そこにピアノが置いてあります。ピアニストはそこのピアノを使わないといけない、物理的に持っていくということができませんね。ですけども、持ち運びができる楽器は常に自分の手元にあって、川のほとりでも練習できるし、家の中でもできるし、常に自分と共にあるんですけども、ピアノは自宅にあるものは練習できるんですけど、そういった出向いてピアノを演奏する、それは一言で言うと非常に大変なことなのではないかと、私はピアノは弾きませんが、そこで自分の音を出す、より何か上のものを目指さないといけないというような気がします。そしてピアニストあまたあります。スタイルの違うピアニストもあります。ですので、より私はピアニストにですね、その音にですね、非常に興味があるんですね。今日のピアニストもそのあまたいるピアニストの中のまた特徴のあるピアニストであります。この人の音を聞けばわかるという、そういったピアニストですね。今日のピアニストはジョージ・ウォーリントンという人です。前世はバップの時代、40年代から50年代かとは思います。バップピアニストというと、まずバド・パウエルがいますね。ジョージ・オリントン、白いバド・パウエルとも呼んでもいい、そういったピアニストです。今日のレコードなんですが、ザ・ニューヨーク・シーンとあります。これはですね、ここにありますニュージャズというレーベル、これはプレスティジというレベルの合計レベルですね。そこから出ています。ですけども、このレコードはですね、もともとオリジナルは16回転のレコードなんですね。それがですね、こちらにあります。こちらに、16RPM、 16回転16回転のプレスティジから出ているのが初出なんですね。ここにあります。ジョージ・ウォーリントン、ビルーツ、ドナルド・バーグ。この時期ジョージ・ウォーリントンは、カフェ・ボヘミアでのライブが有名ですけれども、この2巻、ドナルド・バード、トランペット、アルトサックス、フィル・ウッズを従えてクインテットで非常に素晴らしい演奏をしていました。このレコードもそうなんですね。はい。それでですね、今日はですね、フィル・ウッズとドナルド・バードのこの管楽器が入っていないトリオ、ピアノトリオの演奏をお聞きしたいと思うんですね。ベースはテディ・コティック、そしてドラムがニック・スタビラス、スタンゲッツなんかも、起用していたリズムセクションですね。それで今日お届けするその2冠が抜けた曲というのがですね、グラジュエーションデイという、グラジュエーションデイどうなんですか、まあ、卒業ですかね、卒業の日ですね。その曲をお届けしたいと思うんです。この卒業というグラジュエーションデイという曲は非常にいいんですね。ジョー・シャーマンというコンポーザーアレンジャーの人なんですけれども、本当にですねミュージシャンというのはですね、いろんな曲を私たちに教えてくれるんですね。知らない、全く知らない曲をですね教えてくれます。それがまた素晴らしい曲っていうことがよくあります。そのグラジュエーションで、先ほどもピアノの音のことを言いましたけれども、ジョージ・オリントンのこの音がですね、より一層彼の特色を出していると思うんですね。この16回転、こちらにももちろんこれが1枚分がこの16回転に入っていました。回転数が半分なので、この1枚がここにそっくり入ってます。そしてもう1枚は、フィリー・ウッズの後に、これもニュージャズから出てるんですが、シュガンというレコードがあります。そのシュガンとこれがここに入っているということですね。はい、ではそのグラジュエーションでもうお聴きいただくと分かると思うんですけども、本当に何て言うんでしょうね、景色が見えてくるんですね。卒業の日、今まで喜びもあったから、悲しいこともあった、いろいろなことがあったけども、今日のこの日は非常に爽やかな、気分だ、そんなようなことがですね、私は浮かびます。はい、すごくいい曲ですよ。ではジョージ・オリントン、グラジュエーションでお聴きください。ジャズはいいよ。